どうも中尾します。今日はですね、三軒茶屋に来ております。はい、三軒茶屋の駅から徒歩7分ぐらいのところに来ているんですが、今日はね、古着屋に行きたいと思ってます。ちょっと変わった古着屋なんですよ。まあ、ちょっともう僕のためにできたと言っても過言ではないような、コンセプトの古着屋となっております。まあ、ちょっと一回先行きましょうか。こちらですね。ちょっとね、行くと分かりやすいんですけど、ヘラルデューさんですね。はい、皆さんヘラルドって呼んでましたもんね。見てください、これすごくないですか。オープン2時でクローズ11時っていう。この辺がそういう感じなんですかね。でも僕三茶昔住んでたんですけど、まあ、その時もやっぱり結構やっぱり昼がちょっと夕方ぐらいからで夜遅くっていう店多くて、そうなんですよ。だから夜結構ぶらりとかもできるような、古着屋ぶらりできるとか、飲んだ後に行くとかいう人も結構多いみたいですね。そんなこのね、今日はヘラルデューさんに来てるんですけれども、なんとヘラルデューさんね、まあ、何が僕のために作られた店かっていうと、コンセプトがもう、ね、黒しか置いてないらしいんですよ。服の色が結構こう黒いんですよ。真っ黒というか、なんかマンスリーカラーって言って、たまに違う色、まあ、あの毎月違う色が一色ずつ入るらしいんですけど、基本的にはもう黒みたいな感じらしいの で結構まあ古着屋なんですけれども、まあ、ブランド古着というか、いろんなブランドさん、まあ、デザイナーズも結構ちょこちょこあるので、まあ、早速今日は見ていって、トップス欲しいんですよ。夏のトップス欲しくて、なんか最近 AW のジャケットとかレザーとか買ってるんで、今着れるもの欲しくなってきたんで、逆にちょっと、ね、今日はこのヘラルデューさんで今日一着見ていこうと思います。お願いします。お願いします。はい、オーナーのミキと申します。ミキさん、はい、お願いします。ミキさん、おいくつですか。僕は今、25歳、ちょっと若いんですよ。マジですか。実は結構見た目、ね、30代とか言われてます。ちょっと僕今言葉出なかった完全に嘘っすよね。嘘っす。やばいっすね。俺ちょ上かと思ってました、僕より。どうですか。すごい。あ、ちょっとそう、いい意味で、いいね。あ、すごいですね。びっくりしました。さっき聞いちゃったんですけど、スタイリストもやられてるんですよね。そうでございます。スタイリストやりながら、このお店もやられてるみたいな。そうですね。っていうのも聞いてたから、ちょっと、もうちょっと、いろいろやられた後で。確かに。そうですね。お店のコンセプトは、まあ、古着。一応、アーカイブだったり、インポートドメスティックの、まあ、古着をベースに、色を黒で縛るっていうちょっと変なことやっておりましてあんまり聞かないですよね、色で縛るお店って。そうですね。なんか僕基本黒大好きっていうのでやらせてもらって、うん、そうですね。インスタで見つけた時に、はいはい、おーっと思って、あ、ぜひぜひということで今日初めて来させてもらった感じですね。よろしくお願いします。ということで見ていこうと思います。最近思うんですけど、ちょっと服屋とか見てると、古着屋、特に古着屋なんですけど、今の若い子ってマジで Y2K みたいなの多いじゃないですか。そうですね。いや、本気でピチピチの T シャツで、あれですよ、帽子みたいな、もうちょっとカットしますけど、ビジュアルな感覚が、メッシュキャップっていうのがなかなかこう想像ができないんですよね。はい、自分がしているところっていうのが結構その需要としても多いですか。そうですね。キューンとか、あ、その辺のちょっとサイズ感でこうメリハリつけるような、この店では結構サイズ感、あ、ピタッと系なのか結構ダボッと系なのかっていうのをこう2種類こう展開してるような。これとか比較的身幅結構広めなそうですね、身幅取られてるけどアイテムにはなるんですけど、タイトなものとかだとフリース寄りっすよね。そうですね、信じてるんですけどフリース寄りです。いや、でも本当にすげえ感じるんですよ。なんかちょっとびっくりしたぐらいの。でもなんか本当にいろんなブランドさんありますね。酒井さんとか、これはレディースっすね。そうです、ね、これいいっすね。普通になんか割とサイドのその縄みたいな、でもまあピタッと系では縄みたいなギミックス。値段、これちょっと見てください。値段ハンガーについてますね。すごい。あ、これね、ちょっとね、気になったんですよね。これもう世代じゃなさすぎるんですけど、僕は N ハリのボーダーのフーディーですかね。うん、ガンピタ、ジャカピタですね。これぐらいだったら、まあちょっと僕れぐらいでも着れるかなって僕信じてるんですけど、うん、幅はあるけど裾にかけて若干こう絞られてるんで、ボーダーって結構今着たい気分なんですよね。うん、そうなんですよ。なんか気分的にちょっと気になる気分で、これグランドバイさんの。これワンピースですかね。そうですね、ワンピースなんですけど、まあ、さらっとこうカーディガン寄りなテイストで羽織っていただくっていうことも結構提案の中で。酒井さんとか多くて、これも酒井のボーダーのカーディガンですね。うん、これもレディースかな。ちょっとさらっとこう透けるような。そうですね、透けるようなデザインになってて、あ、これとかめっちゃ着やすそうです。あ、これベストなんですね。ベストです。ワイズ&フォーリビングっていう、結構ライフスタイルによってるようなワイズなんですけど、それのベストですね、ニットベスト。これとかは結構良さそうですね。さらっと羽織りやすいんで、まあ、なんかメンズって結構SS 夏って結構シンプルになりがちなんで、そうですね、なんかそういう羽織ったりっていうのを提案の中で
まあ、僕ぐらい新陳代謝やばいと着れないんですけど、まあ、普通の人であれば多分着れるんじゃないかなっていう。ワイズさんのドライバーミットっぽいアイテムだったりとか、ポケットがすごい下についてますね。ぜひ見てみてください。黒しかないと大体サイズだけでいいから楽っすねこっちちょっとパンツっすかね。パンツでございます。この辺のブリーチ系のとかって本当今だと思うんですよね。なんか今感すごい感じる。最近すごい感じるんですよ今を本当にニードルスなんですね。そうですね。あ、ほんまや。言われて気づくニードルスの。そうですね。素材なんですか。フェイク。フェイク。フェイクっすね。これフェイクレザーになってて軽いっすよね。だからでなんかフリンジみたいなのがついてます、ね、そうです。そのフリンジが割とアクセントになるしっかりとフリンジがついてます。変わってます。どこだけ紫なんですね。そうです。あとセンタープレスってちょっと綺麗めにも履けるような。確かにスラックスっぽく。そうですね。パンツも全部黒いっすね当たり前か。これはアディダスステランのレディースコラボで。レディースっすね。メンズもいけそうなレディースっすね。割とピタッと履いていただける形にはなるんで。ただあの裾が結構バッと広がってるんで割とそのタイトめのパンツに関してはあのショーツ、まあ、ハーフパンツとのこうレイヤードのインナーとかにちょっと合わせるみたいな。そうですそうですそうです。あ、リップパンピングル懐かしいのサルエルですかね。そうですね。サルエルショーツ。あ、まあなんかなんとなくこういう感じでいけよっていう。そうそうそう。リビオンすごい柔らかいですね。布感すごいです。テロップアンリオド。アンリア結構デザイナーズ多いですね。デザイナーズ多いですね。すごい。なんか古着屋っていうよりはデザイナーズのその古着が多い気がします。あ、ノースフェイスとかもあるんですね。あ、これかっこいいですね。なんかこうサイバー寄りな。そうですね。系の、うん、これもでも多分タイト寄りっすよね。そうですね。だからそれこそあのショーツとかとレイヤードしてきてねっていう、うんうんうん、新陳代謝やばくなかったら全然いいと思います膝部分の昔のテック感がすごいです、そうですね。本当に昔のテック服って感じがすごいです。トルネードマートだってなんか25歳と思えないトルマでございますいや俺もあんま知らんけどみたいな年代のやつですけどねすごい。あ、でもこのパンツいいっすね。フレアスラックス。そうですね。割とあのブーツカット寄りな柔らかいフレア感で。これいいわ。あ、これ結構いいわ。トルネードマートってやばい。あ、でもこのパンツ形いいな。すげえ。これ俺でもいけるわ。でもこれ素材感がめっちゃいいですね。そうですね。ちょっと見ていただきたいんですけど、もちっとしてる。あ、そう、もちっとしてます。めっちゃもちっとしてる。あ、これいいわ。これちょっと後で履きたいです。14,000円ですね。すごい。ユリウスとかサルバムとかもあります。どちらかというと確かにモードっぽいアイテムが多いかもしれないです。そうです。あ、これかっこいい。幼児っぽいですね。でも形は、ただ生地感自体はそのなんかウールギャバっぽく見えるかもしれないですけど、全然そんなことはない。そうどちらかというとナイロンより硬いですね、めちゃめちゃ。ステリックグラマーとかってやっぱり人気ですか。人気ですね。ピタッとこう着たい方には結構刺さるんですね、うん、やっぱ。そうですよね。ボタンでけえな。これ気づきました。これほらボタンめっちゃでかいですよ。あ、ギャルソンとかもやっぱりあるんですね。この辺とかさっき話した感じですけどね、マジで、うん、まさにっていう。あ、プレステア3ですね。あ、3なんだ。あ、確かにシェアボタンとかこうオプションズボタンがあるんでね。最近のっすね。ギャルソンシャツだったりとか、まあ、結構ね、いろんな。あ、マイナーアーティクルスとか懐かしい。はい、元 MM のティンバーランドの T シャツってあるんですね1号なんですね。なんかお値段結構全部ちょうどいい手に取りやすい感じの。ブラックコムデギャルソンのフェイクレザーのベストですね。これでも断ち切りになっててかっこいいんですけどね、物自体は。見ていただくと物は超かっこいいんですよね。絶対サイズが切れないっていう。俺の XXL ぐらいやったら欲しいですね、まあ、いろんな T シャツがございますので、まあ、気になるものを見つけてください。ペットとかエイプとかいろいろあります。絶対最近のじゃないファセッタみたいなのあります。旧タグのファセッタ、ね、そうですね白のサーマルがレイヤードでされてるっていう。あ、なるほど。下についてるみたいな。下についてます。変わってる。髪の毛ですか、人の。そうなんですよ。あ、マジですか。あ、ビッグなんですけども。あ、びっくりした。そうですよね。ちょっと多すぎやろビッグを結構ふんだんに使ったブラジルのブランドのコレクションピースで。ブラジルってブランドあるんですね。そうなんですよ。純也のこれもレディースなんですね。そうです、うん、これ着れそうだけど。ナイキとか多いですね。そうですね。そこのラックはちょっとスポーティーだったり、ちょっとテック寄りのアイテム結構着てるラックです。へー、かっこいいっすね。これとかね、袖で確かにレイヤードをして着てあげてほしいですね。ビッグショルダーの。あ、これはでも普通の T シャツか。そうですね。
でもなんかあれっすね、あのウェアに見えないですね、スポーツウェアに。ここにあるからなんですかね。なんかファッションのアイテムにちゃんと見えますね。割とよくミラーアタッチメントのとかですね。三原とプーマさんなんですね。そうです。ドローコードがあのフロントにめちゃくちゃくっついてて、絞るとちょっとタンタケっぽく。タンタケになるんですか。そうなんです。でドローコードが結構いろいろついてるんで、くっついてギューッと絞るとちょっと上に上がるよ。上がってくる。なるほど。タンタケっていうかまあ上がってくるんです。上がります。こちらが、ファイナルフォームさんの。ジャケットというかブルゾンコートは、うん、ジャケットっすね。でもこれ本当普通にかっこいいっすね。この上の部分というか襟の部分が僕は一番お気に入りっすね。ジップがパイピング的なノリになってるってことですか。そうですね、取り外せるっていう。あ、そうですね、これそうさっき言ったんですけど、あの実はこれスナップで前が止まっててライナーがこのように出てくるっていう、かなり変わってるっすね。こっちにもポケットついてるんですね、内ボタンで。結構透けるんで、まあ、なんか他のいろんなもの聞いたりとか、僕ちょっとタンクトップっていうのあれなんですけど、これファイナルフォーム感なんだろう、こんなのあるんですね。まあギミック強いの多いですね。ギミック強いの多いんですけど、まあ、これも結構いい感じなんですけど、ちょっともうちょっと気になったアイテムがあるんで、ちょっと他も着ていきます。こちらが、トルネードマートさんのフレアなスラックスですね。なんか奇跡的にこれがやっぱり一番いいかもしれないですね。そんなシーンで履けるような結構万能型なスラックス。そうですね、溜まり具合もちょうどいいですね。そうですね、うん、これぐらいの。なんか全然綺麗にジャストにしたくないんで僕は。めちゃめちゃいいわ、すごく。嘘だろってぐらい、しかも生地ももちもちなんですよ。ちょっと見ていただきたいんですけど、着やすいアイテムだなって感じがすごいするっす。めっちゃいいな。まあなんかトルネードマート自体結構ピタピタな服多いんで、旧世代のトルネードマートな感じがすごい。いやでもこれマジでいいわ普通に。フレアなスラックスの中ではかなり履いてきた中ではいいっすね。いいんですよ、これめちゃめちゃいいな。なんかこの襟元がやっぱかっこいいんですよね。悩むな、上どうしよっかな、悩むな。いやでも AW のアイテム、そうですね、結構買ってはいるんですけど。そうなんですよ、もうほぼ真夏っすね。そうですね。ちょうどさっき外で今着れるもの買おうって言って入ってきたんで。ちょっと悩みたいと思います。で今回、あのトルネードマートのフレアパンツを買わせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、もうでも本当に履いてみたらめちゃめちゃ良かったんで、すごい良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。サラトゥさんは三茶の駅から7分ぐらいですかね。そうですね、7分ぐらいなんで、2時から11時ということで最初にも話しましたが、夜遅くまでありますので。やっぱ飲んだ後の人とか来るんですか。そうですね、本当なんですね。そう、あの飲食店に結構営業時間合わせてるような感じである。飲食に合わせるんですね。で結構街自体は結構ゆったりしてて、確かに遅いですよね。そうです、ね、結構なんかチェーン店とかでも三茶だけ遅いとかたまにあるんで、それぐらい街に合わせると遅くなるって感じなんで、ぜひね飲んだ後とかに、ね、はい、飲んだ後とか、はい、で昼だけ前の方が正確に見れそうなんで、ぜひ来てみてください。よろしくお願いします。概要欄にいろいろ貼っとくんで、ぜひ皆さんも見てみて、遊びに来てみてください。よろしくお願いします。お願いします。それではもちろんでお会いしましょう。失礼します。